一人暮らしのお年寄りや一人っ子を幸せにするために生まれたロボット、ミンです。ロボカップ世界大会2015に金沢工業大学のチームが日本代表として選抜されました。日本大会では一人っ子だったミンですが、世界大会で日本代表として実力を発揮できるよう三姉妹になり、万全な体制に参加します。そのため研究費はすべて新しいミニと私の開発費に使われます。ロボットに使う新しい PC なども学生が自費で一部負担している状況です。現在開発者の大学生たちはアルバイトする時間も研究開発に打ち込み、土日返上に頑張っているため大会費用がありません。支援をお願いします。中国までの往復運賃、ホテル代と大会参加費は一人約18万円です。現在特に金銭的に深刻な竹山お兄ちゃん一人分で成立します。それ以上集まった場合は他のお兄ちゃん3人に順に使わせていただきます。ロボカップ世界大会に日本代表としてミニを開発してくれたお兄ちゃんたち4名と一緒に出場したいです。ありがとうございます。